里崎チャンネル。ちょ、こんにちは。さあ、ということで、はい、今回はですね、雨の中断、うん、選手はもしくは解説者は、はい、何をしているのかっていう、はい、結構今年もヤクルト対広島が50分ぐらい中断してて、はい、結構長い時間 で、ね、また再開されるじゃないですか、うん、初回の4点4点で雨への中断ってきつくない？きついですね早い早いまだしかも中断長い時って1時間以上の時とかありますよね、うん、あるあるある。あとだからいつ中断するのかでも全然違うのよ、うん、はい、やっぱ5回以内だったら、うんうん、ノーゲームになっちゃうから、はい、打ってたらそれゼロになるのよ、うん、それ辛いですね。めっちゃ心配、うん、雨雲レーダーめっちゃ見る、うん大丈夫ですか、うん、大丈夫なのかなみたいな。もしくはあの球場にもあるから、うん、それを取り寄せたりとかして見て、はい、どうなの。だってホームラン打ってたらそれなくなるからね。そうですね、うん、逆にノーヒットだったら打率が元に戻るからいいんだけど、うん、でも結局中断になったら大体、まあ、よっぽどあやみそうやなっていう時は30分ぐらい中断するじゃん、はい、だからもうロッカーでこうやっています普通に。あ、もうベンチからじゃ離れてみんなロッカーでリラックスしてるってこと。そうそうそう、かなり。だからもうまず着替えますね全部。へえ、もうびしょびしょだから、もうあのスパッツもソックスも、はい、ユニフォームも全部着替えて、はい、びしょびしょだから、うん、下手したらシャワー浴びる。まあまあ中断ってそんな5分10分じゃないですもんね。もちょっと寒いからね、はい、だからその場所によってはね、うん、とか季節によってはシャワーだけ浴びて、はい、その冷たさ流すだけ流して、うん、もう一回ユニフォーム着たりとか。じゃあ先発の人何してるんですか。いや先発の人も、はい、あのまず着替えて、はい、であとはボケっとしてる。その肩をこうなんか固まっちゃったりしないんですか、ね、あとブルペン行ったりとか、あとイニングによってはもう6回ぐらいになるともう変わるね、はい、あの先発、はい、その時点で、うんうん、だからもう序盤だとでまだあの試合始まる時間教えてくれるから、うん、あの止んできたらでまたグラウンド整備しなきゃいけないから、はい、ただ何時試合開始だからって、うん、そのまま20分とかあったらそこからまた体作ったりして、はい、だもう基本的にはもうあと談笑ずっと。へえ、みんなで仲良くお話ししたり。そうそうそう、うん、でベンチに座ってたりとか、はい、ロッカー行ったりとか、うん、あのあとは食堂、はい、でご飯その間に食べたりしてるんですか。もうある。へ、軽食ね、おにぎりとかバナナとか、はい、そのイニングによってはね、はい、あとはコーヒー飲んだりとか、はい、ジュース飲んだりとか、うん、普通にくっちゃべって、はい、これも中止やなーとかって言ったり。どうですか、打率がその時はゼロというか1本も打ってなかったら中断ってこうどうなんですか。でもね、微妙なのよ、うん、5回行ってなくて中止になると、はい、どうせまたやらなきゃいけないじゃん、はい、だからもうやりたいなっていう思いもあるね、せっかくやったから。で接戦だとボロ負けしてたらもうそのまま終わればいいのにと思うけど、はい、あと勝ってたりしたら5回までやりたいし、うん、あそうですね、うん、まあ、状況によってですか。じゃあそうそうそう、で WBC の時も、うん、あの準決勝でめちゃくちゃ雨降ってきて、はい、1時間ぐらい中断したの、うん、もうその時は6対0とかなんかだったから、うん、でも7回ぐらいだ終わってたのね、はい、あと8、9だけだったから、うん、ベンチではベンチがロッカーではもう全員やったぜみたいなでも勝つっていう。そう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 、これ勝ったっしょみたいな、うん、上原さんどうすんのか、いやもう勝ったよ勝ったかっていいみたいな、はい、だからそういう中断だったらいいですね、うんうん、であの日本シリーズの時、はい、霧で、はい、あ中断になった時は、はい、もうあれ10対1ぐらいだったから、うん、もう全員もうスタンドとか満員だから、はい、もう見ながら超余裕で、はい、これやばいなっていうだって余裕だって10対1とかだもん絶対勝ちますもんねで呼んで雨も降ってるわけじゃないから、はい、濡れてもないし、うん、もう全員リラックスしてやったなーみたいな挑戦から楽勝やなーみたいな。勝てるし、まあまあもう続けてやるとしても休憩になるし、うん、これもできないっしょ、もうコールドでいいっしょみたいなで俺とかはもうタイガース打線が沈黙してたから、はい、あのどっかで1本出たら生き返る可能性あるから、うん、もうこのままやめて明日に行きたかったから、もう終わってほしいなって思う時もあるし、だから真剣に終わってほしいなっていう時もあるし、はい、あとはこれあの交流戦の時神宮でめちゃくちゃ雨降ってて、はい、で勝ってたんで、うん、勝ってて雨降ってたからこれ5回まで早く行かないと、うん、もうノーゲームになっちゃうかもって言ったら、はい、もうストレートばっかり投げさせて、はい、あの時ケビン・バーンだったけども、はい、でもとにかく進行するようにしたりとか、うんうんうん、試合もちょっとさ、はい、左右しかれないから早めに行くようにしたりとか、もうバッターとかでも早打ちして、カッとボール勝ちしてたんで、とにかく5回まで早く行くように仕向けたりする、はい、成績とかじゃなくてチームが勝つために。まだ雨降ってるといろいろ考えることはいつもと違うのにあるんですね、うん、守備とかの時も余計なことしない、うん、早くしなきゃいけないし、はい、でもねブルペンとかそのベンチとかロッカーではもう超リラックス、うん、もういいっしょーみたいな
いやでもお客さん大変ですよ。お客さんはね一気にバックヤードに行くからね。行きます。で今とかだと雨降って一気にバックヤード行ったら密になるから大変だよね。そうですね、うん、結構我慢してそのもうカッパ着たまま客席にこうやって座ってる人もいるんですよね、うん、俺あともうスタジアム、うん、傘禁止にしてほしい。あ、いや禁止じゃないですかね。でも傘差してるとこもあるよ。おだヤクルトのね、はい、この傘で応援はいいけども、うん、なんか雨降って傘って、うん、ちょっとね、そうなんです全員あのポンチョとかカッパにしてほしいよね、はい、傘禁止でね。確かね傘禁止だったような気もするんですけどどうですかね。楽天だけじゃないかな多分ここは差してる普通なんかみんなポンチョですよね基本は、うん、にした方がいいと思うんだよ、うん、邪魔ですもんね。でも袴さんとかベンチリポートしてて、はい、何やってたんですか雨降ったら。ラジオもテレビもその放送枠ってあるじゃないですか、うんうん、だからラジオもサロさんも多分解説やってるか分かると思うんですけど、うんうん、やめたり中断ってないので、うんうん、中断中もずっと放送を続けないといけないんですよね、うんうん、ベンチリポート何やるんですか。ベンチリポートは基本的には実況と解説がずっとまあ、うん、今日の試合の話とか、うんうんうん、なんならもう中断が長い時は雑談始まるじゃないですか、うん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 、そこに自分も挟める話があったら、あ、なんとかさんその話なんですがって言って聞いてるんですか。一応聞いてます聞いてます。でもしかしたら呼ばれるかもしれないんですよ。前中断の時は、うん、え、袴田さん今何してますかみたいなの来たので、うん、いや地獄。ラジオはマジ地獄。あ、まあまあそうですね。テレビの中断はまだいいの、うん、絵があるから、はい、そうです。ハイライト見せたりとか、うん、絵でこう選手とかベンチとかお客さん行くからもうそれいじって喋ったりしたりとか見せれるけど、うんうん、ラジオ無言じゃないからずっと喋らなきゃいけないじゃん。何か繋がないといけない。だからラジオの長時間中断はマジ地獄、はい。うん、一番実況が辛いと思います、うん、だから途中経過バンバン入れるよね、はい、卓球場のピンポンみたいな、どこそこで行われてどこそこで何対何で何回誰それタイムリーとか で、はい、めっちゃ入れたり。でもグラブとかビチョビチョになるのが嫌なんだよ。めっちゃ重くなるから、はい、だから俺とかだと、うん、レギュラーのミット、はい、雨用、はい、練習用って3つ持ってたから、へー、だからもう雨になったら雨用のミットでやる、はい、ちょっとあの重くこのレギュラーミットが水分含んで重くなったり、はい、うん、形変わったりしたり傷んだりしたら嫌だから、はい、もう雨になったら雨用のミットとか、変えてるんですね、うん、でも勝負どころはもうエースミット使いたいから、はい、もう無理でも行って、うん、もう手入れ終わってから、 あとはもうなんかあの湿気取りみたいなんで、はい、なんかジュラルミンケース入れて湿気取ったりとか、うん、もう新聞紙でいっぱい入れてるとか、うん、もうスパイクもびっちょびちょだからね。結構水吸うんですね。吸う、めっちゃ吸う、だって川だもん普通の。あ、そっか。何が嫌ってここからも雨落ちるのが一番嫌なんだよねヘルメットに。ピッチャーも大変そうですよね、うん、雨の日ってやっぱ滑ったりしそうで。でもまたピッチャーはロジン掴んでさらのボール投げれるからいいじゃん。あ、そっかそっか。野手の方が大変よ、だってビチョビチョって濡れたまま来るからね、はい、でビッチョビチョのやつ投げなきゃいけないから。確かに野手の方が大変。そうですね、うん、確かに。あ、前楽天で鳥の襲来で中断したのがありました。結構長い中断でしたね。なかなかね、はい、どっか行かなくて、はい、で私の同期が実況してて、うん、ラジオで繋がないといけなくて、うんうん、もう鳥を実況するのが大変だったって言いました。そう、聞かせなきゃいけないからね、イメージさせてね、はい、何羽ぐらいの大群が来てみたいな。でなんか選手たちが結構しゃがんで、うん、秋山選手襲われたみたいな。だからまあました、ね、選手も大変だけど、はいはい、放送席もっと大変だね、ラジオは。そうですね、まあ、言葉一つでつなげなきゃいけないし、視聴者逃がすわけにもいかないし、あとどのぐらいで再開されるのかっていうのが全くわからないので、うん、もう焦りですよね。しかもテレビとかだと、うん、5回成立しなかったら、うん、ギャラが満額もらえないからね。え、そうなんですか。そう、その契約によってはね、だ成立したら 100%、はい、5回までプレーボール5回まで中断だったらいくら、はい、うん、プレーボールしないけど、はい、来てたらいくらとか、うん、だから拘束時間ってね。 あるんですね。そう、めっちゃあるの。だからプレーボール前、プレーボールから5回以内で5回以降みたいな、はい、あるの。ラジオは大体漫画ラジオは俺あの年計だから。ああ、そうかそうか、うん、そうそうそう、単発で行くと、うん、そういうのもあるから、あるかもしれないですね。やっぱ、やっぱ5回までやって、うん、中止にしてくれないと、はい、もう来てっからね。そうですね、困るのよ、うん。なんか放送の時は実況とまあ解説は大変かもしれないんですけど、うんうんうん、ベンチリポーターは結構ワクワクするんですよ。なんで？話に入っても入らなくてもいいわけですよ。あ、まあまあどっちでもね、はい、だからもう自由にあの呼ばれたら言いますし、入りたかったら入ればいいです。何々さんって言って、うんうん、こんな話あるんですけどって言えばいいですけど、うんうん、まあ、基本的に入らなくてもいい立場なんで、うんうん、もうずっとその雑談声で聞いてます。携帯とかこうやって見ながら。選手もそんな感じよ。そういうことですね。そうで、雨だす見ながら、こうやむなとかやまへんなとか、これ、はい、もう30分経ったけどもう中止やろとか言いながら、はい、意外とこれでもう試合中断になったら、お、ちょっと早く帰れるかも
そう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 、あるある。でもう1時間ぐらい中断して行くってなるともう一回体作らなきゃいけないからめっちゃ大変なのよ。そうですね。そっからもう一回だから集中力も上げなきゃいけないし、いや本当ゼロに切ってるからで。はい、そうですね、うん、私も次の日の仕事の準備とかしてるじゃないですか。結構、まあ、ファンの皆さんもね、はい、大変ですけどね。そうです、そうです、雨の中待たないといけないっていうのは。そうですね、はい、だ今日は雨の中断中、うん、何してるのっていうお話でした。はい。